ルーマニア民族舞曲は、バルトーク・ベーラが1915年に作曲した6曲からなるピアノの小品の組曲である。1917年、自身の手により、小管弦楽に編曲された。バルトークの最も良きルーマニアの友人であり、また最も民謡採集に協力した人物である、イオン・ブシツヤに検定された。当時ハンガリー王国の一部であった、ルーマニアの各地の民謡を題材にしたもの。民謡であるため全体的に先鋒的であり、民族的な音楽の原型を保った民謡編曲作品の一つであるが、その他の編曲作品と同じように独特な歌声を用いており、民謡というありふれた素材に新たな生命が与えられている。技巧的な面もあると同時に、演奏においては楽譜には表記されていない民族音楽的な情緒が求められ、音楽的要求は高い。その親しみやすい旋律と手頃な長さから彼の小品の中では人気が高く、コンサートにはしばしば取り上げられる。ピアニストだったバルトーク自身もコンサートの際にはよく演奏していた。原曲の民族音楽的な要素をより強く感じさせる彼自身の編曲も、今では小オーケストラのためのレパートリーの一つとして定着している。他にもハンガリー弦楽四重奏団の主催者でバルトークと親しかったバイオリニストの生兄、ゾルターンによるバイオリンとピアノによる編曲版、アーサー・ウィルナーによる弦楽合奏版、管楽アンサンブル版などが存在する。7つの舞曲の旋律を用いて6つの部分で構成されている。なお、ウニベルザール出版社から出版されている楽譜では、ルーマニア語で部曲名が記されている。棒踊り対踊り踏み踊りつの笛の踊り、ルーマニア風ポルカ速い踊りピアノ版、第6曲の脚注による演奏時間4分15秒は、すべての曲の合計である3分49秒とは一致しないが、おそらく曲の間を含めてのものであろう。ちなみに、バルトーク自身による録音も存在するが、演奏時間は4分47秒である。ありがとうございます。